キルギスソビエト社会主義共和国の国旗は、正式には1937年に最初に制定され、その後幾度かのデザイン変更を経て、1952年制定のものがソビエト連邦の崩壊を経て1992年まで使用された。1929年4月30日の第2回、全キルギスソビエト大会において採択された。 キルギス自治社会主義ソビエト共和国の憲法草案の第96条では、キルギス自治社会主義ソビエト共和国の国旗は赤の布であり、その左上部隅には鎌と土の画像、そしてキルギス語とロシア語で、との表示を持つ、と定められている。しかし、キルギス自治共和国の憲法草案は、他の自治共和国の憲法草案と同様に、 全ロシア中央執行委員会の承認を受けておらず、憲法草案の記述通りに国旗が作成されたかは、定かでない。1929年4月30日から1937年3月23日までの、キルギス自治社会主義ソビエト共和国の国旗その後、1936年12月5日に採択されたスターリン憲法によって、キルギス自治共和国は、 キルギスソビエット社会主義共和国へ昇格し、翌1937年3月23日の第5回臨時全キルギスソビエト大会において採択されたその憲法の第116条では国旗について次のように定められた。キルギスソビエット社会主義共和国の国旗は赤旗であり、その左上部隅旗座を付近に金文字でキルギス語で上段にロシア語で下段に税と、 表示する。高さに対する、幅の比は1、2とする。キルギス語での国名表記を QR ストーン、SSR とする資料もあるが、中央執行委メンバーの気象デザインを考慮すると、QRZSSR であった可能性が高い。1937年3月23日から1940年までの、キルギスソビエット社会主義共和国の国旗1940年に、 キルギス語アルファベットがラテン文字からキリル文字へと切り替わると国旗のキルギス語国名表記もキリル文字へと変更された。1940年から1952年12月22日までの国旗1952年12月22日、キルギス共和国最高会議幹部会令により国旗のデザインには変更が加えられた。キルギス SSR の国旗を修正し、 キルギスソビエット社会主義共和国の国旗を旗の中央全幅に青い帯を配した赤旗と承認する。青い帯の幅は旗の高さの3分の1である。青い帯の中央には平行して白い帯が入り、その幅は旗の高さの20分の1である。旗の上部旗竿付近の赤い領域には金色の釜と土をその上部に 金色の縁取りを持つ赤い五录星を表示する。高さに対する幅の比は1、2である。ついで1956年1月14日、承認の再度の最高会議官部会令、キルギスソビエト社会主義共和国の国旗に関する規則、により、デザインについての最速が定められた。この国旗は、ソ連国旗や他のソ連構成共和国の国旗に比べ、 鎌と土に対して星が大きいという特徴を持っていた。鎌と土は辺長を旗の高さの6分の1とする正方形に収まる。鎌の A 単は正方形の上辺中点に接し、鎌と土の柄は下辺両端に接する。柄を含めた土の長さは正方形の対角線の4分の3とする。五芒星は旗の高さの10分の1を直径とし、 正方形の上辺に接する円に収まる。星と鎌と土の垂直軸から旗竿までの距離は旗の高さの3分の1とする。旗の上端から星の中心までの距離は旗の高さの10分の1とする。1952年12月22日からソ連崩壊を経て1992年3月3日までの国旗その後、 1990年12月15日に、キルギス共和国は、主権宣言を、翌1991年8月31日に、独立宣言を行ったが、1992年3月3日に、新たに、キルギスの国旗が制定されるまでは、1952年に、制定された国旗が使用され続けていた。ありがとうございます。